夫がある日突然衣類の見直しを始めた。もう不要と手放したのはほとんどがスーツ。そこで思わぬ問題発生。夫がスーツを手放したことにより、スーツ用に購入して使っていた無印良品の木製ハンガーがこんなに余ってしまった。クローゼットにこんな風に保管しておくとものすごく邪魔になるし、かといってハンガーの収納場所に仲間入りさせると大変なことになる。そこで思いついたのが千羽鶴収納。千羽鶴のように連なせてこんな風にクローゼットに収納しておけばスペースも節約できて使う時もさっと出せる。私的にはすごく満足な収納です。収納をもっと楽しみたい方は収納本を国内外23冊出版している収納オタクの私のアカウントをフォローしてくださいね。